ジョッ。さあ、毎週月曜日恒例のやります、金土日週末3連戦全チーム全試合チェック。いや、前回動画で金曜日上がったやつですかね、コメント欄優しいご意見ありがとうございます。でも佐々木体力あるんで頑張ります。皆さんが楽しんでもらえるのが一番なんで、まあ解説者評論家として、まあ全試合チェックするのはまあ基本当たり前のことなんで、まあそれを今まではさらっとチェックしてたんですけど、この YouTube のために深くチェックするっていう未だかつてない仕事、ちょっと野球がさらに詳しくなってしまうっていう2020年、まあね、いい機会なんでもう一回野球を勉強しながらですね、いろんなところをチェックしてですね、12球団ファンの皆さんにですね、また野球の新しい見方、面白い見方、この週に2回全試合チェックしてですね、皆さんにお届けしていきたいなと思います。だからですね、シーズン始まって今までとちょっとスケジュール変わります。今までは、月曜と、木曜が、まあ、動画お休みで基本週5回上げてて、で月曜と、木曜が佐々木が楽しくプロスピを遊んでるっていう映像動画を出してたんですけども、月曜日は毎週、基本的にこの金土日の週末全試合チェック、金曜日は、毎週火水木の、3連戦チェックを行いたいと思うんで、火曜日に、月曜日やってたプロスピの動画は火曜日にお引っ越しして、で、まあ、木曜日は今まで通り、だから日月水金土がこの佐々木チャンネルメインの詳しく野球を楽しもうっていう動画になって、火木がプロスピを楽しもうっていう動画になっていきます。まあ、周りにですね、その都度いろんなことが起きれば変更するパターンあります。あと金曜日はですね、やはり火水木の試合を復習して週末の予習してもらうためにですね、やはり毎日7時15分に動画上げてるんですけども、まあ、それだと試合始まっちゃってるんで、金曜日は皆さんがお昼ご飯を食べる、もしくは食べ終わった後、だ試合前にチェックできるように、お昼から夕方にかけて3連戦チェックの動画は上げていきますので、金曜日はお昼から佐々木チャンネル皆さん準備してですね、しっかり見て金曜日のナイターを見てもらえればなと思います。だから一番今不安なのが、金曜日デーゲームになったりしないよねっていうところをスタッフ一同も含めて不安に感じてますが、まあ、そこら辺もですね、臨機応変、対応しながらですね、皆さんに楽しんでもらえるチャンネル作りをしていきたいと思いますし、たまにイレギュラーで出せない時が来るかもわかんないですけど、その時はですね、それは無理だよねって笑ってくださいということで、いきましょう。今日もですね、参考資料日刊スポーツね、やっていきたいと思います。日刊スポーツ、あれ里崎一面、宝塚記念、日曜日の新聞の一面を、野球じゃなく競馬で里崎が紙面を飾るっていう、里崎智也セカンドチャンネルの方でですね、競馬の G1 予想っていうのをやってですね、宝塚記念はちょっと外しちゃったんですけども、9戦中7的中して挑んで、まあ、負けちゃったんですけど、まあ、でもそれでも10戦7的中だから予想的中確率7割っていうところで、日刊スポーツさんの一面にも取り上げられてます。まだ見たことないよっていう人、あと佐々木チャンネル、セカンドもあんのって今気づいた人、ちょっと見に行ってね、この動画を見終わったら見に行ってもらいたいなと思います。さあ、ということで振り返っていきましょう。まずはじゃあセ・リーグから3連戦チェック、巨人ヤクルトいきましょうか。この3連戦、まあ、初戦はね、5対6巨人が勝って、2戦目9対6ヤクルトが勝って、そして、昨日日曜日は0対12で、まあ、巨人が勝つっていう試合でしたけども、まあ、1週間の流れ見てもですね、巨人が3勝2敗1分けで、ヤクルトが3勝3敗と、まあまあ1週間の流れ見たら五分もしくは貯金を作って終われてるんで、まあ良かったんじゃないのかなと思いますし、まあ、週末もですね、花火大会、神宮の花火大会を見に行ったのかなっていうぐらいのホームラン合戦っていうところになりましたけども、まあ金曜日がですね、6対5で巨人勝ったんですけど、重信が低めのフォークをすくいながら、体勢崩しながらも体重乗せて打って、ホームラン、逆転ホームランを打つっていうところもありますし、やっぱり金曜日はやっぱ中継ぎ投手陣良かったと思うんですよ。ロッテからね、日本ハム行って移籍した、まあ、藤岡はじめですね、桑原、高木、沢村、デラロサと、まあ、菅野がね、5失点、この菅野のね、5失点、まあ、球高かったり、
甘くなったりもしてましたし、まあ、そこもですね、やっぱりこのいくら菅野でもこのやっぱり調整期間が短かったことによってのこの毎週投げていくっていうローテーションの中、やっぱ疲れがねあったのかなっていう、スタミナ面ちょっとまだ仕上がってないのかなっていうところが、まあ、ピッチング内容からまあ感じられましたけど、まあ、そこはもう超一流なんで、まあ、修正するかなと思いますけど、まあ、そのね甘くなったところをミスショットで仕留めたねヤクルト打線、まあ、本当にすごかったなと思いますけども、まあ、やっぱり中継ぎ陣がしっかり頑張っていくからこそのこの逆転劇が生まれたんで、まあ、7、8、9でね巨人も3、4、5点取ってましたし、ヤクルトとしてはやっぱり勝ちパターンに入ってから逆転負けするっていうのが嫌な流れだったなと思いますし、ちょっとマクガフがね甘いんですよね、全体的に投球のこのコントロールが。全力で投げてて球は速いんですけど、やっぱ甘いんでそれを仕留められてるところもあるんで、甘くてもいいから低めに投げるか、もうちょっと全力で投げてるだけじゃなくて考えていかないとなかなか厳しいんじゃないのかなと。せっかく石川がね6回1失点で、まあ、開幕もそうでしたけど、石川が頑張ってるのに勝ちをつけてやれないっていうところが、まあ、チームが波に乗りにくいっていうところもあると思うんですよね。土曜日はですね、開幕してからどの球団もそうなんですけど、ピッチャーがセリーグ結構よく打つじゃないですか。で、金曜日も田淵がね左中間打ったりとか、小川が打たれたんですけど、全体的にピッチャーそうなんですけど、なんでもっとインコース攻めないんやろうなと。アウトコースで大瀬良のね開幕戦のライトのホームランとかもそうですし、西のね菅野からのホームランもそうですし、その後のカットボールのタイムリーもそうですけど、アウトコースばっかりしか攻めないじゃないですか。だからもっと打者と同じようにインコースもついていかないと、多分カンカラカンカラ打たれるんですよ。だからそういったところを、まあ、バッテリー含めてもっとそのピッチャー対ピッチャーの打席に対するリードの仕方とか攻め方やっていかないと、そんな間から打たれてても、まあ、情けないですよね、やっぱりピッチャーに打たれるってね、まあ、ピッチャーが打っていかなきゃいけないっていうねセ・リーグの野球ありますけど、アウトコースの出し入れだけじゃダメなんで、もっとインコースガンガンついてね、それは自分が打席に立ってもつくってことは疲れる可能性ありますけど、そんなことビビってたら試合にならないじゃないですか。だから舐められたら終わりだし、だもっと対ピッチャーに対してインコースガンガン攻めていくべきですね。そうしないとこの後も打たれてピッチャーに打たれてしまったらどんどん打線が回っていくんで、そういったところもバッテリー含めてもっと考えなきゃいけないのかなっていうところを、まあ、この、まあ、開幕からずっとですけど、このまた田口がね打ったところを見て改めて思いましたね。いや、まあ巨人ね、まあ、巨人の一番心配どころで言えばやっぱ丸だと思うんですよね。丸がやっぱりなかなか状態が、まあ、上がってこないということで、まあね日曜日の試合打ちましたけど、まあ、ここまで打率1割4分3厘と、まあ、なかなかねらしさが出ないなっていうところ、まあ、ありますし、でこの状態が悪くなってくると何が起きるかっていうと、しっかり打ったのに野手がそこにいるっていうね。だから土曜日の試合でも結構いい当たりで5回表だったかな、足元抜けるセンターに行ける、あ打った瞬間ヒットかなと思ったらなぜかエスコバーがそこにいるっていうね。こういう打率が上がらない時っていい感じで打っても野手の正面ついたりとか野手がそこにいたりとかして運もね見放されてるところっていうところが今丸のね状態が上がらないところかなと思いますけど、なんて言っても巨人はね岡本ほんとすごい。開幕からやっぱ体勢崩れないし、どこでもホームラン打ちそうだし、これ試合数減っても何本ホームラン打つんやっていうところの出来に感じますけど、全体的にはジャイアンツがね打ち勝ったなっていうところですけど、青木、ヤクルト土曜日だ、代打青木からの山田哲人の最後満塁ホームラン、やっぱこういう時って苦しい時ってベテランの力がすごい頼りになったりとか、そのヒットによってチームが勢いづくっていうところもありましたけど、青木が休んでたけどそれを使われてアウトコースに低めぐらいをしっかり引きつけて打ってタイムリー打ってからの山田哲人の満塁ホームラン、まあ、金曜日はね中継ぎ陣が頑張って試合を締めくくりましたけど、土曜日はねその中継ぎ陣が打たれちゃったかなっていうところはありますけど、まあ連投に次ぐ連投ですし、まあ調整期間も短かったですし、ちょっとまあ疲労がね溜まれてるかなっていうところもあって最後我慢しきれず打たれたのかなっていう感じもあるんで、まあそこら辺はねうまく調整しながら、まあベンチワークもね大事ですし、調整しながらまあ頑張っていってもらいたいなと思いますし、まあ日曜日ちょっと日曜日さらっとこうねヤクルトの巨人だけどんだけ喋ってんだってなるんで、サンチェスがねいいピッチングしてるんですけどね、これね信用していいんかっていうね、サンチェスまだ俺はまだ里崎は信用しないぞっていう。でも明らかに開幕3連戦の時よりピッチングは良くなってるんですよ。それなぜかっていうと、まあ、僕の見方するとこのリリースのボール出てからキャッチャーミットに入る時の感覚が
ばらつきが減ってきてるんですよね。これ投げたところからスーッと糸を引くようにいく球が多くなってきてるんで、まあ、明らかに状態は上がってるなって思うんですけど、やっぱまだ信用しない。序盤に大量得点取って楽に投げたことが好結果を生んでるんちゃうかっていうところもあって、まあ勝ったんですけど僕はまだ信用しないっていうね。次回ももう一回見て、サンチェスは本当にサンチェスなのかっていうところをね見たいと思いますし、隅谷のねリードっていうか、まあ、構え方が良かったなと思って、体ごとコースによるんじゃなくて体が真ん中近辺でミットだけコースによって構えることによって、そのばらつきを抑えるとかピッチャーに投げやすくするとか、まあ、コントロール悪いピッチャーっていうのはあんまりコースによってしまうとコントロール逆に乱したりとか、あとキャッチャーが逆球対応できなくなったりするんで、そういった面でも隅谷の構え方っていうのはねすごい良かったんじゃないのかなと。コントロール悪いピッチャーにとってはこういう構え方するのがいいですよっていう見本みたいなね構え方だったと思うんで、そこまで気づかなかった人はね、来週もしサンチェス投げるときに隅田に出てきたら、その今言ったねキャッチングの仕方とか構え方とかね、ぜひ注目してくれると、そういったところもキャッチャーやってんだなっていうのが分かりやすいと思います。じゃあ次、中日対広島みたいなね、この王のだから、まあ中日対広島は、まあ、金曜日1対4で広島で、土曜日6対1で中日で、昨日日曜日が3対10で、まあ、広島っていうところで、大野はですね昨年良かったんですけど、今年はね逆球が多いですね。去年って比較的あれ大野結構コントロール良くなってんなっていうぐらいに、この対角線のボールだったりコントロールよく投げてきてるんですけど、まあ、金曜日の試合もそうですけど、なんか逆球が多いね。ちょっと制球がまとまってないっていうところが打たれ出したのかなっていうところはありますよね。だからもうちょっときっちり去年見たく制球力あれば球の力はあるんで、まあ、勝ち星はねしっかりついてくるなと思いますし、まあ、中日はね打線がねとにかくノーアウトからランナー出ないっていうね、ヒット打ってんですけど得点が入ってないのはノーアウトからランナー出ないんで、まあ、そういったところが噛み合えばねグッといく可能性あるんですけど、なかなか噛み合わないですね。広島は鈴木誠也がホームラン打ったりとか、あと9回の、ね、最後の中日ラストチャンス、サードの三好が守備グップレイ、飛びついてねアウトにしましたけど、満塁抜けてたらねどうなってたかも分かんないし、前の時のあれ開幕カードだったかな、三好のねスーパープレーで助けられたところもありますし、本当に守備固めとして三好ねチームの危機を救うプレー、そういうところのねすごいいいプレー光ってんなと思います。あと大瀬良もね開幕戦から2試合連続完投、しかも打っては2安打というところで、まあ、打ちまくってますし、やっぱピレラがねやっぱりいいですね。一番ピレラも、だからこの3連戦ピレラの活躍も本当素晴らしい。ピレラと堂林、やっぱピレラ堂林田中康介だね、この3人が本当に素晴らしい活躍してて、でしかもこの3人っていうのは、まあ、昨年、まあ、いなかったもしくは怪我して不調だった、技術的に不調だったっていう選手であって、まあ、ピレラは新戦力で入った、田中康介は不調で、その後の怪我手術などでなかなか結果が出せなかった、で堂林はちょっと苦しんでた、この去年いなかった選手たちが帰ってきて、その選手たちがめちゃくちゃ活躍する、でその中で西川、鈴木誠也っていったもともといたその活躍する選手たちも活躍するから、多分打線の周りも良くなってきてると思うんですよね。まあ、昨日も勝ちましたし、そういった面では打線打撃陣素晴らしいなと思いましたけど、まあ、2戦目のね床田がねちょっと球高かったかなっていうところもありますけど、これね中日の人たちにねいつも言ってるのはね球が高いっていうのを言ってるんですけど、これね球はねまあ矛盾するんですけど、高くてもいいんですよ。高め狙ってるんだったらね、高め狙って投げて高めに行ってんだったら別に高くてもいいんですけど、ドラゴンズの投手陣見てると低めに狙ってるのに高めに行くんですよね。で低めに狙ってて高めに行くっていうことは最後の押し込みが足りないんで、ボールの力が弱くなるんですよね。で弱くなったところを相手に取ったらやっぱ打ち込まれやすくなるんですよね。だから高めはダメだって言ってるんですよね。でも狙って投げるんだったらいいです、阪神の藤川球児みたいにね。でも狙ってないんですから、もっと低く。その見本ができたのが2戦目、吉見ナイスピッチング。このね土曜日の吉見のピッチングをドラゴンズの投手陣とキャッチャーは全員見てほしいですね。まあヒーローインタビューでもね怪我してもいい潰れてもいい感じで投げましたっていうね気迫あふれるピッチングだったことをね本人の口から聞かれましたけども、高い時はしっかりコース投げてるんですよ。で甘くなったら低く投げてるんですよ。これが大事なんですよね。まあ全部が全部ね低め投げれないじゃないですか。でもコース間違ったらいけない時はコースしっかり、その時はちょっとぐらい高くなってもいい、で高さ間違っちゃいけない時は甘くてもいいから低く、このどちらかをクリアしていかないと甘いのに高く来たら最悪なんですよね。でそれがやっぱ吉見はしっかりできてたなっていうところが
他の投手の見本になるんじゃないかなと、まあ、前世紀に比べたらね、ストレートの力とかキレも、まあ、落ちてるのは否めないですね。それはまあ人間誰しもそれは晩年になってくると落ちていく仕方ない。その中でも持ち前の制球力、丁寧に投げるっていうところが光ったピッチングだったんじゃないのかなと思いますし、松山にですねタイムリー打たれたんですけど、4回表にね、あの時も低めに投げてたからこそあれが上に上がらなくてタイムリーで済んでるんですよね。だからそういったピッチングは傷口を大きくしなくても済むっていうことが分かったと思うんですよ。だからドラゴンズファンの皆さん言ってやってください。土曜日の吉野ピッチング真似しろってね。で日曜日梅津球高いんや、球速、しかもその理由が、まあ、まだ若いからね、経験値が少ない、それはがむしゃに投げてるのは分かるんですけど、腕フローフローとしすぎて多分投げてたと思うんですよ。ああ打たれてると腕しっかり振らなきゃって、で腕振らなきゃってなってんのに体振るっていうね。だから腕っていうのはここだけ振ればいいの、体振るから手が、本当はいい球もあったんですよ。いい球の時はこの巻きついてここら辺で離してるのに、高くなる時って体先振るからここら辺で離すんですよ。だから結局最後のちょっとのボールにかかる力が伝えきれず抜けるんですよね。だから変化球も曲がりきらず高めにいっちゃう、ストレートも高めにいっちゃう、しかも最後の押し込みが足りないから力がない、だから簡単に打ち返されるね。堂林にシュート系みたいな球をセンターバックスクリーン横に打たれたのも、あれ体振りながら離すからリリースポイントが速くなってるんですよね。それによって力が伝わらないで相手に打たれてるっていうのもあったんで、でも中にはねしっかりここの前まで行って投げれてるんで、このね今日の梅津にアドバイス、腕は振るな振られるもの、ね、これです。腕っていうのは振れ振れ言うと振れなくなるんです。腕っていうのは振られるものなんですよ。バランス重心っていうのを間違わなかったら腕っていうのは勝手に振られます。腕振ろうってね、腕振らないで投げようって思ってるピッチャーいないんですよ。でも腕振ろう振ろうとしすぎることによって体振ったりとか軸ぶれたりとか上半身開いたりしながら逆に振れなくなるっていうパターンが日曜日の梅津ですね。だもうちょっとリラックスしながら重心を保ってバランス保てればいいピッチングできると思うんで、腕振ろうとしすぎるあまり体を振りすぎたっていうのがねポイントですね。よう喋るな今日。次、試合見すぎて言いたいこといっぱいありすぎるわ。DeNA 阪神ね、いきなりここサーッとするとお前興味ないんかって言われてるんで、ここも熱くして、あとはもう皆さん長くなっても見てください。 DeNA 対阪神は6対0、DeNA6 対8阪神9対1 DeNA っていうところで、もう打撃陣がすごいですね DeNA は。まあオースティン、ソト、ロペス、佐野、宮崎、確か佐野はね12球団唯一の9試合連続ヒットなんですよね。で昨日の宮崎も解説してましたけど、本当にバッティング練習のように打ちまくりますし、まあ土曜日もねもう劣勢の中最後サンズがね山崎からホームラン打って、まあ逆転してねから3連敗免れたなっていうところはありますけど、まあ土曜日ね金曜日の試合もまあ今永が完璧すぎたんですね。もう今永完璧のね投げられちゃうとなかなか阪神打線もやっぱ勝ちきれないっていうね。西もやっぱり良かったんですけど、打線のね援護なければやっぱり勝てないんで、やっぱこの金曜日はね今永のピッチングはねナイスピッチングっていうところでしたし、あのね土曜日の試合見てて一番気になったのが、まあ、梅ちゃんのねリードなんだけど、まあ、日曜日もそんな癖あったんだけど、ピンチとか強打者迎えて2ストライク追い込むと必ず1球外に外すのね。外の6回裏外の時もスライダーでストライクでストレートで2ストライクになって、でそこでアウトコースに1球大きくストレートを外して、で次高めで外打ちって言って最後ちょっと抜け気味になってフォアボールになるんだけど、2ストライクから外に外して次高め行くんだったらもう2ストライクから高め行けばいいのにと思うのね。でこの1球無駄に遊んだことによってフォアボールになって、その後のオースティンに逆連打を打たれちゃうんだよね。結局サンズが打ったから勝てたけど、その前の時もあれ誰だったかな、バッター忘れちゃったけど2ストライク追い込んで今度はストレートじゃなくてスライダーでボール投げるんだけど、もう構えてるところが明らかにボールのとこを構えてるから、あれなんでやってんのかなって。で原口とかはやってないのね。だからチームオーダーじゃなくて本人が勝手にやってるだけなのかなって思ったりもするんだけど、2ストライク追い込んであからさまにわざとボールにする1球は本当に
次見逃されたら2エンド2になっちゃうからもったいないからやめた方がいいんじゃないのかなって思うんだよね。で昨日日曜日見ててなんかそんなプレッシャーかからないバッターだったらそんなことしないんだけどなんかプレッシャーかかるバッターになってくると必ずやるんだよね。だからそこはなんかもったいないなっていう感じを、まあ、同じキャッチャーとして率直に思いました。であと DeNA はね4番の佐野がねやっぱり頭いいね。土曜日の試合も5回裏にオースティンがツーベース打つんだけども追い込まれてたかな、最後フォークボールを無理やりセカンドゴロ打って進塁打打つんだよね。で結局ロペスのショートゴロでそれ1点入るんだけど、俺がロッテの時にサブローがつなぎの4番って言われてたんだけど、まさにそのつなぎの4番っていうか自分の仕事に徹してるなっていうね、自分が不利なカウントになったら状況を見てその自分を自己犠牲にして進塁打打っても次のロペスにつなげて、で結局それねオースティンのツーベースの1本だけで進塁打内野ゴロで1点取るっていう、そういった役割分担ができる、まあ、まさにキャプテン頭のいいプレイヤーなんだなっていうのは見てて実感しましたね。だからそういったことがしっかりできることによって他の打席でもしっかり自分のスイングがねできていくんじゃないのかなっていうところを、まあ、感じた試合でした。全体的にセリーグこんな感じですけども、まあ、ドラゴンズがね1勝5敗と6連戦、まあ、開幕してからねちょっとなかなかうまくいってないなっていうところがありますけど、カード変わって次は巨人が DeNA、広島ヤクルト中日が阪神、ね、ちょっと調子が上がらない中日と阪神が、名古屋ドームで戦って、まあ、どういう展開になるのかっていうところがね、まあ、注目ですし、あとはあの DeNA 打線が絶好調 の打線が、まあ、巨人と戦って、巨人は多分戸郷かな投げるかな、そのピッチングにも期待して、まあ、明日見てもらいたいと思いますね。だこの1週間全体的にセリーグは状態良かったのは、まあ、DeNA、 やっぱ一番状態良さそうだったのは DeNA ですね。この6球団の中で僕が見た感じではね、あの投打にバランス良かったかなと思います。さあ次パリーグ、今日ですねこの全部12球団全部終わった後あの新しい企画やるんで、あのこれ絶対楽しいんで最後まで皆さん絶対見てください。パリーグすごくない？これめっちゃ書いてんだ、この全試合を細かく めっちゃ見てる、めっちゃ野球見てるよ最近。さあ次パリーグ、ロッテ対オリックスは一番最後、もう話すことの多いから。西武ソフトバンク7対48対7、4対3と、西武が3打で、もうこれはね打線がすごい。もう26日もね負けててギャレットを出して3三振、ね、取ったんですけど、まあ、これね辻監督のねソフトバンクに対する執念ですね。絶対勝つんやっていうね、だからこの負けててもギャレットを投入して最小失点に抑えとけば後ろ打線だったら絶対逆転できるっていう自信と、ホークスに絶対負けたくないっていう思いが開幕当初からね出たこのギャレットの負けててもギャレットっていう起用法だったと思うんですけども、まあ、山川もですねちょっとフォームをねあの昨年から変えて若干コンパクトになったことによってやっぱりアジャストしやすくなったのと、それによってのパワーを失ってないところが、まあ、さらに進化あるなっていうところで、最後は木村が満塁ホームラン、力勝負に行って、まあここはねソフトバンクとしては悔やまれるなっていうところですけど、まあ全体的にこの26日はあのソフトバンクと西武は下位打線の状態の差で、まあ西武がねあの押し切ったかなっていうところもありますし、土曜日はですね和田が先発しましたけど、まあこれはもう誰しもそうなんですけど、晩年になってやっぱり全盛期みたいなストレートにキレがまだ戻ってないね、キレがないのかなと、そのことによって変化球が見切られてボール球は振ってくれない、甘くいったところを対応されるのかなっていうところの感じもしましたし、山川にねこう岩崎が木村に満塁ホームラン打たれて、で土曜日出てきて工藤監督としてはよし昨日やられたんやからやれこしこいって言って、岩崎出てきてなんと山川に逆転ホームランを打たれるんですけど、これ初球だったんですけど、僕はねこの初球のインコース下位のリードはね悪くないと思うんですよ。あのやりたいことも分かるし行きたい気持ちも分かるんですよね。しかも体も、ま、すごい寄ってインコースに構えてたのに、なぜそこでほぼど真ん中に投げるね、あのしかも初球っすよ。キャッチャーからすると昨日もホームラン打たれてるんで、山川にもホームラン打たれたくない、多分インコース厳しくいって最後はアウトコース勝負で回は行きたかったと思うんですよね。そのためのインコースね、間違っても甘く入っちゃいけない、ボールでも OK っていうところで初球甘めに入ってそれをホームラン打たれるっていうのは、まあ、正直厳しい言い方ですけど意識が足りない、
意識の欠如、ピッチャーとしてはもうちょっと慎重にもうちょっと考えて投げていかないと、ただ全力で投げてるだけだったら今の山川は抑えれない。よくわかんないですけど、もし巷でね、甲斐のリードのことをまあ批判する声があるとしたら、リードっていうよりやってることに応えてくれないっていうところはキャッチャーとしてはもどかしさ感じるっすよね。で、昨日もそうなんだけど、山川に打たれてんだけど、全体的に多分山川にはインコースもっと攻めた方がいいっていうところのミーティングもあるし、甲斐もそういう気持ちだと思うのね。それなのにやっぱインコース攻めきれてないよね、ピッチャーがね。あのもっともう本当、まあこんな言い方したらあれだけど、当てるぐらいの気持ちでインコースガツガツ締めていかないと、あの楽な気持ちで打たれてるんで、そこら辺ピッチャー気合い入れて意識持って投げてほしいですよね。キャッチャーという立場から考えると配球とかリードの以前の問題ですよね。意識が足りなすぎるですね。だからポンポコポンポコ毎回同じバッターに打たれてしまう、しかも打たれちゃいけないところで打たれちゃいけないホームランを打たれるっていうところがね、そのインコースをしっかり攻めれないっていうところが問題かなりあると思うんですよね。逆に西武はね、あの4回から宮川新人のね投げて力あるストレートの中でコントロールも良かったりとか、7回裏源田との先がインコース詰まりながら、あの芸術的ですね、源田のあの詰まりながらレフトとかね、詰まりながらヒットを打ってチャンスメイクして、その後ガーンみたいな感じですから、そういった面でもやっぱり打撃陣調子いいなっていうね。まあホークスは3連敗してしまいましたけど、まあカードも変わって次札幌で日本ハムと、まあここら辺どうなっていくかっていう感じですけど、まあこの3連戦ね、西武の打力だけがすごい目立った試合になったなっていう感じがします。じゃあ続いて楽天対日本ハム。楽天対日本ハムは7対1楽天、18対4楽天、4対6日本ハムっていうところで、初回ね、いや楽天はねキャッチャーの太田がいい活躍してますね。まあ、あの攻守にわたって、あの初回も三振ゲッツーで西川を刺してスローイングも完璧でしたし、あの7回裏タイムリーもいいところで打ちましたし、あの則本のねピッチング完璧にリードしたっていうところもあって、まあなんかあの太田の活躍がすごい光ってるなっていう感じもしますし、あと大地がね生き生き頑張ってる、あのなんか生き生きしてるような気がする、あの気のせいかもわかんないけど、あのだから新戦力がねあの頑張ってるなっていうんで、ロメロもね3安打1ホームラン打って、まあ、このロメロのね活躍がやっぱウィーラーをねトレードを出す形になったなっていうところがね、このロメロの活躍を見てるとより感じるとこですし、まあ、あの日本もね金曜日負けましたけど、サードの野村がねバースデーヒタイムリーっていうねところも出ましたし、いいところは随所出ながらも、まあ、7対1っていうね最後、まあ、全体的に守備のミスとかもねありましたけど、そういう、まあ、楽天ね状態いいな、やっぱ強いなっていうところも見えましたね。で土曜日はね、まあ、18対4っていうところで、ここはですね、まあ、若干難しいプレーっていうかね、3回裏に、まあ、太田がねホームにヘッドスライディングして1点取るんですけど、あの茂木の打球がねファーストゴロになって中田翔がジャンピングスローみたいな形のホームに投げましたけど、さすがにあれ3回ですし、まあ、無理するところでもないですし、タイミング的に完璧にセーフだったんで、あそこは無理しないでファースト1つでも良かったんじゃないのかなと思います。でもその中でも楽天はね4回裏に島内が盗塁するんですけど、盗塁良かったんですけど、次の、 あのピッチャーゴロで三塁へ行ってアウトになるんですよね。あれ飛び出したらあかんやろっていうね。でその後太田がヒット打って、残ってたらタイムリーになったのにっていう。でしかもあの杉谷がねホームラン4回の表に打って、焦りがあったのかなってね、杉谷のホームランで一気に日本ハムねガッと来たんで、あの焦りがあったのかなと思いますけど、あのピッチャーゴロでねサードには飛び出しちゃいけないなっていうね、ああいうのリズム切ったりとか流れが失うことになるんで。でも杉谷がね4回あのライトにホームランを打ちましたけど、なんかあのこれいい意味ですよ、褒めてるんですけど、あの空気読めないタイプってああいう感じになった時に強いですよね。何も考えなしいきなりやったりするんで、ああいうところがまあ杉谷の魅力かなっていうところもあったりとか、チームが劣勢の時とか苦しい時に活躍してくれる、まあ、存在、雰囲気作れる選手なんじゃないのかなってね改めて感じましたけど、でも結局最後は浅村がね逆転ホームラン、シュートをね逆転ホームラン打ってきっちり勝つで、結局バンバンパーンってなって18対4みたいな。でしかも酒井が移籍初勝利だから、まあ、ロッテでもう後の話しますけど、ロッテからね移籍した鈴木大地、酒井っていうね
2人が素晴らしい、まあ、一勝もして大地も活躍して、でロッテからロッテに移籍した美馬とね、あと小野っていうのも、小野もね一勝して、で美馬も頑張ってる、まあお互いねそのまあ FA とかで、まあ、枠井も頑張ってる、このロッテと楽天が移籍した選手たちがほぼ全員活躍してるんで、そういった面でもね、あの選手にとってもお互いのチームにとっても素晴らしい移籍だったんじゃないのかなって、この改めて考え、ね、感じたこの開幕当初のまあ試合でしたけど、でまあ結局昨日も昨日はね6対4で日本ハム勝ちましたけど、先ほどね中日の時に話しましたけど、杉浦がねいいピッチングだったなって、球高い時はコースで、コース甘い時は低くっていうね、先ほど言った投げ分けがしっかりできてたんじゃないのかなっていうところもありますし、まあ中田の頑張りとかね、まあ全体的に、まあ、3連敗しなくてよかったなっていうところが、あります。なんと楽天は、状態いいまま次明日からロッテ戦というところで、最後ロッテ対オリックス、もうなんなんやろな、自滅だねもう笑ってる場合じゃないけどね、オリックスはやっぱりなんて言うんだろうね、やっぱまあシーズン前から言ってたけど、やっぱ個々の能力は本当に高いんだけど、やっぱ組織で全然戦えてないっていうか、チームの多分規律がないのかなっていうところがね、おのおの一生懸命やってるのは見えるんだけど、一生懸命やってるだけでチームの規律がないから、ところどころでミスしまくるっていうところがこの接戦だって、全体的に週末6対5、2対1、6対5だから全部1点差で負けてるのね。でこれはもう絶対俺はそうだと思うんだけど、まあ金曜日の試合も吉田がねツーベースかな打って点が入ったのに3塁行っちゃうんだよね。で3塁行ってアウトになるんだけど、あれノーアウトなのにあれ3塁行っちゃダメだよね、しかも楽勝でアウトだったんだよね。あそこセカンドで止まってたらひょっとしたらまだ点取れたかも分かんないのに、それを回ってアウトになるっていう。でまあ野球ファンの皆さんには、まあ、知ってる人もいるかも分かんないですけど、打ったバッターが、まあ、ホームにボールが返ってくるときにファーストからセカンドに行くとか、セカンドからサードに行くっていう打ったバッターが回るときの条件っていうのは、まあ、一つは野手が高投、ね、高い球を投げてカットが絶対取れない、でタイミング的に絶対セーフだからセカンドに行こうサードに行こうっていうのが一つね。でもう一つはホームがちょっとアウトっぽい、タイミングがだから俺が回っておとりになってホームに投げるのを諦めさせて、俺がアウトになる代わりにそのランナーを得点に結びつけようっていうおとりのパターン、これ大体2個なのね。でもこのおとりのパターンっていうのは基本的に接戦の最後1点勝負の時か2アウトの時で、絶対いける時に回るっていうのはもう絶対いける時じゃないとあとはストップね。この吉田正尚の状況だったらノーアウトで楽勝でアウトで、ホームは楽勝でセーフ、絶対行っちゃダメ、それを行っちゃってアウトになって、でその後まあ残念だったのがベンチが笑ってんだよね。でも俺そういうのがあんまり好きじゃなくて、確かに得点取っていい流れになったから嬉しいっていう気持ちはあるけども、あれでまあテレビが抜いたとこだから全員がどうか分かんないけど、あそこは厳しい目で見ていかないと、そう笑ってる場合じゃないよっていうのも感じたし、大城がねダブルプレー、簡単なダブルプレー463をジャックルして取れなかった、その取れなかったことによって打線の流れが変わってその後の逆転を生んじゃうんだよね。だからピッチャーがかわいそうだよね。その野手がいろんなところでちょっとずつのミスが命取りになって、まあね山岡が脇腹で離脱して、でまあ鈴木がねその後なんとか踏ん張って頑張っていったところで、最後そういったちょっとずつのねミスが出ることによって、まあ、逆転負けしてしまう、ね、守備位置にしても最後の階段の時かな、投げた時も1点差になって急に前進守備引くんだよね。でそれで最後藤岡に頭こされて、もうそれだったらそれまで後ろに下がって点差 OK ってなってんだったら最後までもう同点まで OK よ、逆転されないように行こうっていうのにしとけば、あれ藤岡のやつも取れたかもしれないし、まあこれは結果論だけども、なんかバタバタしちゃってんなと。中継のね解説でも言ったけど、ベンチの考えてることと選手たちの考えが多分リンクしてないんだよね。そういったところの規律がしっかりしてないところがちょっとずつ足並みが乱れていく、1点差を勝ちきれない。センター前抜けた後藤の打球だってあんなのホームに投げる必要ないのに、まあ多分肩に自信があるから多分行っちゃったんだろうね。だから
地震じゃなくてもう過信だよね。でそれでホームに投げてか、ね、先ほど言ったように高騰してカット取れない、だからもうそのままセカンドまで行かれちゃうっていうんで、ホームは楽々セーフっていう、でそういう積み重ねが得点取られて結局負けていくっていう、まあ自滅めいたことになるし、で土曜日の試合も初回にね、荻野がセカンドランナーで飛び出して、でそれを田島が気づいて2、3塁間でランナープレーになって、なぜか中川が詰めなくてもいいのに前詰めて荻野と交差してセーフになって、それで得点になるとかね。で9回表もツーアウトランナーセカンドでダイソー佐野を送ってて、ロドリゲスの打球もめちゃくちゃ速くて、でレフト前進守備引いてて、レフトの岡が取った時三塁ベースのまだ3メーターぐらい手前だったのに、無理やり回してホーム滑り込む前にアウトのタイミングって、もう焦りすぎだね、全体的に。あれはいくらツーアウトでも絶対回しちゃいけないタイミングだったし、中川のねスローイングも若干怪しいなっていうところもねあったし、まあその中でもやっぱりね、いいところも言うと、やっぱ田島のねインコースに食い込んでいくストレートはね本当に素晴らしくて、まあピッチャー陣ね、まあ山岡家がね離脱しましたけど、金曜日も鈴木、比嘉、山田なんてね本当に素晴らしいピッチングしましたし、投手陣本当に頑張ってるなっていうね感じがしますよね。昨日も土曜日もね、田島も本当にナイスピッチングになったし、でまあ昨日はね、結局初回のね、俺 TA 岡田の攻撃が全部の流れを変えたっていうのもあるし、8回表も追加点取れるところで佐野かな、三塁オーバーランしてアウトになるっていう、自分たちの流れを、消しちゃう。でその後にね逆転打食らって3連敗、まあ3連敗っていうか6連敗、しちゃうんだけど、まあそういったところはやっぱり苦しかったかなっていうところはあるですね。だからまあここから次対戦カードもね変わるし、オリックスは勢いに乗った西武だね。だからこの西武の戦いで流れを変えれればまた浮上もできるし、まあ、この6連敗ね痛かったですけど終わったことは仕方ないんで、そういったチームの規律をしっかり組んで戦えるかどうかですね。まあ、あとロッテはもうやることなすことうまくいくっていうね、逆にロッテはベンチの思惑と選手の考えがリンクしているから、選手がどういったことをすればいいかっていう各々の役割が、まあ、しっかりできてるんですよね。和田とか岡とかダイソー出てきても一発で走っていったりとか、まあね、佐藤新人サヨナラヒットを打ったりとか、まあ、ヒットもね良かったですよね。その思い切って初球からね振り抜いたっていうところで、まあ、今後の活躍に期待したいですけど、もうちょっと熱く喋りたいですけど、もうめっちゃ喋ってるんでここはちょっと短くなっちゃうんですけど、レアードもねここ1でホームラン打ったりとか、まあ、中継ぎの投手陣もしっかり踏ん張れてるとか、ちょこちょこでね打たれてはいるんですけど、中継ぎ陣もね、でも逆転されてないところが最後の勝ちを生んでると思うんで、そういった意味でもまあなんとか踏ん張れたし、選手の起用法にしても選手の役割分担にしてもしっかりそれを把握した上で選手たちが頑張れてるんで、しかもそれが結果に出ていくっていうところで、まあ素晴らしいね戦い方ができたなと思います。でもこれがねパリーグ6連戦の本当の怖さですよ。だから僕は毎回ね、カースイが大事だと、カースイエース立てても戦わなきゃいけないって言ってるっていう、ね、それなぜかっていうと、まあ勢いは本当に怖くて、まあ僕はもう勢い出すことは実証してるんで、2005年のプレーオフから日本一とか、2010年のね3位から日本一になったのも、勢いついた中にいてその勢いを体感して勢い知ってる人間だから、勢いがついたらどんな恐ろしいことが起きるかっていうのを身をもって体験したから、この勢いって本当に大変なのね。だからこそこの火曜日水曜日をしっかり戦わなきゃいけないっていうところで、オリックスがねそこでつまずいたのがこの6連敗の一番の、まあ、敗因だと思うね。まあ、そういったところをね、まあ、今後どういう戦いになるのか、セパともにね来週もチェックしていきたいと思いますけど、ちょっと全試合見すぎて一つ一つのコメントが多くなりすぎて、もう45分ぐらい喋ってるっていう、あと編集の人大変だなと思いながらコンパクトにまとめてもらいたいと思います。さあそして今日最後にすごい企画やります。今週から毎週月曜日に1週間のセパベスト9を決めます。これはもうサズイが完全に独断と偏見で主観に基づいて選んでいく、トータル成績が高いとか、そういうので選ぶ時もあれば、もう一発のインパクトだけで選ばれることもあります。ニュースで扱われたりとか、新聞紙面で大きかったりとか、僕の印象に残る選手が選ばれるんで、こっちの選手がもっと活躍してるよ、こんなに打率今週良かったよって言ってもインパクト勝負っすね。でこれを毎週月曜日にやっていきます、1年間かけて。でそれで里崎的な真のベストナインを決めます。だから要は
この月曜日に選ばれるベストナインを何回受賞したかで、その受賞回数が一番多い選手が、シーズン終わりの、里崎チャンネルベストナインとして表彰したいと思います。ということで第1回目、今週のベストナイン、パ・リーグからピッチャー楽天則本、あのナイスピッチングですね。10奪三振を奪って勝ちをねつけたピッチング、素晴らしかったですね。キャッチャー楽天太田、攻守にわたってチームを引っ張って、打撃も本当に素晴らしいですし、いい結果生んだんじゃないのかなと思います。ファースト西武山川、文句なし。セカンド楽天浅村、文句なし、ね、ここら辺は文句ないでしょ。サードロッテレアード、まあ、このねレアードの一発っていうので、やっぱチームをね勝利に導いたこの6連勝大きかったですね。ショートロッテ藤岡、いやここぞの場面での一発、あと粘ってのフォアボールを選ぶっていうね、しぶといバッティング、守備でも貢献、藤岡のここの一発の勝負どころのねナイスプレー、よかったよ。レフトソフトバンク栗原入れてやりたいなと思ってて、でもファーストやっぱり山川やなと思ったところで、なんと日曜日の昨日レフト守ってたんですよ。この1回のレフトでベストナインに選ばれました。はい、ずっとファーストだったんですけど、1回でも守れば印象に残るんで見えちゃいますよ。こういうルールなんでね、異論反論受け付けてません。はい、センターロッテ荻野、やっぱ1番として、まあ、あのフォアボール出てもヒットを打っても足もあるし守備もあるっていうところでね、もう本当に走攻守で活躍したんじゃないのかなと思います今週ね。ライト西武木村、満塁ホームラン一発でベストナイン、いやあの満塁ホームランインパクトあったっすね、まあ、その一発でベストナインにね選ばさせていただきました。そして DH 楽天ロメロ、今週のロメロの活躍ね、この移籍してきて1年目で、まあ、素晴らしい活躍だったんじゃないのかなと。これがパ・リーグの先週のベストナインです。続いてセ・リーグピッチャー広島大瀬良、打っても2安打投げても完投でね、まあ、素晴らしいピッチングだったですね。キャッチャーDeNA 戸柱、まあ、ホームランも打ちましたし、まあ、昨日もね平を、好リード、そしてバッティングも良かったですし、戸柱をね選びました。ファースト広島堂林、まあ、ホームランも打ちましたし活躍ね、本当に打撃、まあ、鈴木誠也にね、まあ、弟子入り志願して年上なのにね、本当に素晴らしい活躍でした。セカンドDeNA 外、まあ、ここからちょっとあの説明しないともういきますね、流れでちょっと長くなっちゃったんでね。サード巨人岡本、ショート広島田中康介、レフト DeNA 佐野、センター DeNA 梶谷、ライト DeNA オースティンということで、これはもう仕方ないですね。外野はもう全部 DeNA っていうところで、これがですね今週の里崎チャンネルベストナインです。これを毎週やっていきます、月曜日に。でそれで年間ベストナイン大賞を決めたいと思います。長くなりましたけど、この金土日3連戦プラス、1週間の総括をお送りしました。至らない点もあったりとかね、こう聞きにくかった、まあ、端折ったところもありますけどもですね、こういう感じで今シーズン頑張っていきたいと思いますので、皆さんぜひ楽しんでもらいたいと思います。まあ、月曜日今日はね、皆さんちょっと心を落ち着かせてこのチャンネルを見て喜んだり悲しんだり反省したり復習したりっていうところを学んでですね、明日からのまた6連戦、皆さんね、自分たちのチームのファンの皆さん頑張ってね応援してあげてください。ということで今週はここまで、ありがとうございました。